やあ。全に治っても勝てるかどうか、せめてもう少し耐えてくれ、頼む。うわあ、ダメだ、これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思えば、今度は死ぬかもね。貴様ら野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。で、そっちは何だ。お前も自殺しない。変身しろ、フリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。変身？宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて変身するやつがいる。クソ。Oh, oh, oh.
そこまで死にたいか。いいだろう。私はあと3回変身を残しているんですがね。気に見せて。私を本気で怒らせたご褒美です。あ、それ。つまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早くだ。とどめを刺しちゃう。待たせた。まとめのくせに。まあいいよ。ベジータはもう動けないようだし、次は君で遊んでみようかな。遅くなってすまなかった。あとは俺らがなんとかする。カカロット、あいつだ。犬のフリーザーお前だ。サイヤ人の星、惑星ベジータを破壊しやがった。頼むフリーザー、フリーザーを倒してくれ。頼む。ベジータ、まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。オラも少し分けてもらうぞ。今度は死ぬかもね。その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。犬の、もう死ぬからさ。サイヤ人たちのためにも、そしてこのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらない。おめえ、ちょっと頼まれてくれたか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいかんかな。やるしかねえんだ。元気玉だ。ゴクさんは元気玉を使うつもりです。なんとか、なんとか時間を稼いでください。ご苦労さんを守りきれば、元気玉を受ければ、きっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星を、ほんの少しずつでいい、元気を分けてくれ。生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴクー許さんぞ。欲も
は怒ったぞ。フリーザー、うわここまでの歴史の流れは正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。これを連れてさっさと地球へ帰れ。俺の理性がちょっとでも残っているとっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきた。そういや穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ。100% の力を。あと5分もすればこの日は宇宙の地域となる。今度は死ぬかも。5分もあれば十分だ。貴様を仲間と共に脱出する。あるだけで宇宙を脱出する。時間稼ぎだと。今度は死ぬかも。必要はない。貴様は死ぬ。これからここででかい口を聞くのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。この人すっごいくたばりでこないね。いいだろう。今度はコッパに銃を引きやる。あの地球人のように。地球人のようなエリリンのことか。エリリンのことか。ちょっと脅してあげましょう。よく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて
悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。